2017年の SG ファイナルのグランプリ、いよいよ大一番へカウントダウンのラスト3。今年ファイナル進出を逃した6名の第10レースの順位決定戦を迎えていまして、さあ1、2、3で4、5、6、まずは枠なりで並んでまいりました。1号艇の寺田翔がこのレースの人気の中心です。今回時点で初のファイナル進出はなりませんでした。さあ寺田が逃げるのかで、2号艇の森高一馬、初出場の今回ファイナル進出はなりませんでした。3号艇の白井英治、今年はセカンドステージからのファイナル進出ならず。さあ1、2、3と内役の3選手、そして4号艇の貝原優希が引っ張るでしょうか。今回グランプリ3戦3優出とはなりませんでした。4号艇の松井茂は今回16回目のファイナル進出ならず。そして6号艇の原田幸也、今回も初のファイナル進出はなりませんでした。さあアウト勢が動いていきまして、これで1、2、3、そして4、5、6で枠なりで3対3に分かれてまいります。さあ照明灯が点灯されまして、今日は穏やかな競争水面です。現在もほとんど風は吹いていません。今年のクリスマスイブ決戦のラスト3も高カードの雪辱戦となりました。第10レースの順位決定戦、1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なりです。1秒前、今スタートしていきました。コースタートは内側で1コースからだんだんスタイルの1、2、3が出ていきます。まずは1から先前の1号艇の寺田翔、握っていった3号艇の白井を指して2号艇森高、さらに後方から4号艇、5号艇、6号艇ですが、バックスレッチャー陰線から押し切った1号艇の寺田翔、人気の中心が出てまいりました。現在2番手には握っていった3号艇の白井英治、そして2号艇、5号艇、6号艇が固まって、最後方に4号艇の貝原直、スタートは正常でした。第2ターンマークはトップで回って1号艇の寺田、2番手は3号艇の白井が回って2連単は1番人気、後方3番手のさあ2号艇が回って後ろ6番、5番、4番ですが、ここで2号艇の森高一馬、1、3、2となってレースは2周目へと入ります。先頭には1号艇の寺田翔が人気ゲー、そして2番手には3号艇の白井雄二、現在の3番手2号艇の森高が上がって内役3艇が上位、2周目出したのは3番手2号艇の森高が回った懐、今度は6号艇、5号艇、4号艇、わずかに2号艇の森高が膨らんで内から5号艇の松井が接近ですが、現在上位変わらず1、3、2、そして1艇身から2艇身では5号艇の松井が接近、あとは6号艇、4号艇の順、今から第3マークは先頭1号艇、2番手は3号艇、そして3番手前を抑えて2号艇の森高が回った懐、5号艇の松井が差し返してまいりまして、さあどうかどうかですが、2号艇の内から5号艇の松井が上がってきますが、前を絞ってくる2号艇、現在2号艇の森高ですが、さあ2枠は接戦となって最終周回へと入ります。2号艇の森高の懐に5号艇の松井、後ろからは6号艇の原田も狙っています。最終周回出したのが5号艇の松井がコーナーを先取り、差し返して2号艇握ってくるのは6号艇ですが、さあここで松井が地元の位置、王子が逆転の3番手、今度は上位が奇数艇1、3、5に変わって最後のスリットラを通過、そして2号艇の森高が4番手、あとは6号艇、4号艇の順、最終ターンマーカー1号艇の寺田が順位決定戦を制して人気に応えました。そして2番手は3号艇の白井と人気の両者、後方3番手として同中見せ場を作った5号艇の松井が逆転の3番手、奇数艇トリオで1、3、5で決着。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番2番、6番ゴールイン、4番がゴールイン。